アロハチャーチンことさのちあきです。今日はででそうです、ステーキの美味しい焼き方を撮りたいと思います。ステーキね、これ冷凍なんですけど、今常温に戻してあります。まず常温に戻したお肉とフライパンで輪切りにしたニンニクが用意してあります。でフライパンにオリーブオイルを温めます。ニンニクを入れます。オリーブオイルにニンニクの香りが移るようにのせます。でフライパン温めてる間にお肉に片面だけ塩コショウします。この時私は中火でやってます。でこの間にお肉片面3分焼きますんで、3分のタイマーセットしときます。あ、いい匂い、ニンニクがいい匂いです。ニンニクがいい色になってきたら1回取り出します。その温まったままのフライパンにお肉投入。でこの時油の跳ねがすごいので、私はオーブンペーパーを置いてますで今3分焼いてるうちに副菜を持ったプレートがあるので、これを少し温めておきます。で、焼いてる時にアルミホイルを用意しておきます。なんか3分遅うだから2分半にした。ひっくり返して1分。あ、裏塩コショウするの忘れた塩コショウはしてね。でも焼く直前に塩コショウした方が牛肉は美味しいって聞いた気がします。あと30秒。火を止めてアルミホイルに包みます。包んで寝かしておきます。でこのうちに同じフライパン、ステーキの油が出たフライパンでソースを作ります。ワイン、砂糖、
とワイン入れすぎたかな。で、ソースができたところで寝かしていたステーキ切ります。いやー、美味しそう。今回は結構ウェルダンな感じで仕上がっております。うまそう。ちょっと最初の1面3分長かったかな。あれ、いつも何分でやってたっけ。はい、切りました。切ったらうまそう。で、かけといたニンニクを戻して上にかけます。作ったソースを、かけます。はい、じゃらーん、ステーキの出来上がりです。ちょっと焼きすぎちゃったけど、あ、切れてない。あ、おいしそう。いただきます。おいしくできました。うん、最初の片面は3分じゃなかった。多分もうちょっと少なかった。最初じゃ2分半で1分でいいと思います。ちょっとうまくできなかったのが悲しいけど、いつもはね、赤いから中身が、まあ、火加減とかね、時間とか寝かしの時間とかでどんどんいろんな感触っていうのかな、いろんな食感になっていろんな味が楽しめるので、ステーキの焼き方一つも別日こだわって作ってみてください。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。